こういう携帯のキーパッドのデモをするときもマニュアルフォーカスは便利ですね。まずあらかじめこの5の部分、だいたい真ん中の辺にフォーカスを合わせておきます。そうするとこう指でこうタッチしてもその指に追従しないですので見苦しくないです。あとこういうね、あらかじめ何もないところからこの携帯をこう置いてそれデモする、そういう方法も使います。この場合ピントはロックされてますので携帯を外しても入れてもフォーカスはバッチリ合ってます。